ポセイドンの陰謀によりヒルダが操られていたことを知ったジークフリート。ジークフリートはゴッドウォリアとしての誇りを守るべく自らの命を犠牲にセイレーンのソレントを倒した。しかしそうしているうちにもアテナの命の炎は刻一刻と消えようとしていた。フン、ソレントめ、口ほどにもない。しかし我がゴッドウォーリアは全て倒れたとはいえ、その役目は十分に果たしてくれた。なんだって？もはやアテナの死は確実。これ以上お前に何ができる？何としてもバルムングの剣を手にしてみせる。七つのオーディンサファイアはすでにこの手の中に。あと少しなんだ、あと少し。間もなくアテナは死に、このヒルダがポセイドン様のもとで地上を支配するのだ。邪魔はさせぬ。